こんにちは。ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回は内臓脂肪を燃やすとっておきのレシピをご紹介いたします。ピーマンを使っていくんですけれども、実はピーマンって内臓脂肪を燃やしたり、血流促進には非常に有効な成分が含まれる野菜なんです。この動画ではそのピーマンの素晴らしい栄養素、そしてそのピーマンにさらに相乗効果のお酢を掛け算したとっても簡単で効果的に内臓脂肪を燃やすレシピをご紹介いたします。内臓脂肪が気になる方はもちろん、血流を改善して疲労回復にも役立つレシピですので、ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは、食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。ピーマンのあまり知られていない素晴らしい栄養素についてご紹介いたします。ピーマンは緑黄色野菜として、ベータカロテンがとっても豊富、ビタミン C はレモンの2倍、ビタミン B1、B2、ビタミン D、E、鉄、カルシウムなど様々なビタミンやミネラルを豊富に含んでいるお野菜なんですが、中でもビタミン P と言われるヘスペリジンという成分を含んでいます。レモンの皮や柑橘系に含まれる特有の苦味の成分でもあるんですけれども、毛細血管を強くして、またビタミン C の吸収を高める効果があるので、ピーマンのビタミン C というのはこのヘスペリジンのおかげでより効率よく吸収することができる野菜なんですね。そしてクエルシトリン、これは苦味や渋みの成分で、毒ダミにも含まれるポリフェノールなんですけれども、脂肪の蓄積を抑制したり、血中の中性脂肪を改善する効果があるそうです。さらにピラジンという成分が血液をサラサラにして血栓予防にも役立ちます。また脳のリラクゼーションにも役立つことが分かっています。このようにピーマン特有の栄養素、様々含まれているわけですね。ビタミン C を効率よく摂れる野菜としても、ぜひ積極的に摂りたいですね。そして今回、お酢を使います。お酢は疲労回復はもちろんなんですが、内臓脂肪を減らすことが分かっています。この素晴らしいピーマンとお酢を一緒に使うことで、相乗効果になって内臓脂肪を燃やす効果、そして疲労回復にもより効果的に働いてくれます。材料はこちらです。ピーマン、ちょっと大ぶりのものを5つ用意しています。調味料の方が、お醤油とごま油、みりんとお酢、そして甜菜糖におろしにんにくになります。仕上げに鰹節をかけていきますので、お好みでご用意ください。まずピーマンなんですけれども、ピーマンの栄養は余すことなく使いたいので、まず半分にします。そしてこの種と綿の部分も一緒に使っていきます。先ほどお話ししたヘスペリジンという成分なんかも綿のところに多く含まれていますので、ぜひね、この綿と種も使っていきます。で、ここの硬いヘタのところだけをね、こう取り除くようにして使うと、もう丸ごと食べられます。意外とね、このピーマンの種って食感があって美味しいんですよ。こんな感じでヘタの部分だけ取り除いてください。結構大きいんですけれども、今回はこの半分の形で作っていきたいと思います。材料の準備はこれだけです。あとはピーマンを柔らかく加熱して栄養をコーティングするような調理法で作っていきたいと思います。火加減中火です。ごま油大さじ1/2です。ピーマンを全体に並べて、ここでちょっとポイントがあります。50cc 程度のお水にお塩2振りぐらい軽く加えていきます。全体にかけちゃいます。そしてこのまま蓋をして少し蒸していきます。ピーマンを加熱している間に調味料を合わせておきます。お醤油です。みりんです。お酢が入ります。お酢今回多めです。甜菜糖です。おろしにんにくです。全部混ぜておきます。甘さ控えめな甘酢というような感じの味付けです。ごま油と塩水が蒸し料理を高温にして短時間で仕上げます。はい、それでは合わせ調味料を加えていきます。あとはピーマンをこの合わせ調味料でさらに煮るような感じで柔らかくなるまで調理していきます。今回はピーマンが柔らかくとろけるような食感に仕上げたいと思いますので、しっかりと煮汁を絡めながら全体に火を通してください。お酢が結構入ってますけれども、煮汁と一緒に加熱することでまろやかさが出てきます。思ってるほどお酢が酸っぱくなくて、とっても食べやすいと思います。はい、調味料だいぶ煮詰まってきましたので、ここで火を止めます。お好みで鰹節をかけてください。私はちょっと多めが好きなので、たっぷりめにかけたいと思います。内臓脂肪を燃やすスピーマン、完成しました。内臓脂肪を燃やすスピーマン、ちょっとお味見をしてみたいと思います。立ったままで失礼いたします。ちょっとこの鰹節がねかかってるのがまたアクセントになるんですよね。いただきます。これね結構癖になりますよ。合わせ調味料のねお酢が結構効いてるんですけれども、ピーマンにねしっかりと味が染み込んでいて、もう食べた瞬間にねこの綿や種の食感と一緒にじゅわーっと程よい酸味が口いっぱいに広がります。これはね、冷やしていただいてもいいと思います。これから蒸し暑くなりますので、こういうちょっとお酢を使ったものをね、上手に取り入れていただいて、疲労回復にも役立てていただきたいレシピです。少しお塩を入れたお水を入れて、油と一緒に蒸し焼きをしている間、結構パチパチしてね、想像しいんですけれども、フライパンの中で結構高温で蒸しているような状態になりますので、短時間で火を通すという意味でも栄養を逃さない調理法になります。手順としてはとってもシンプルですので、ぜひ試してみてください。今回は内臓脂肪を燃やすとっておきのレシピということで、スピーマンをご紹介いたしました。ピーマンのレシピもいろいろあると思うんですけれども、今回はピーマンを柔らかく仕上げて、種も合わせて口どけの良い食感を楽しんでいただくレシピです。しっかりと調味料を吸わせて、口の中で広がるお酢とピーマンのほのかな苦味を楽しんでみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。